お疲れちゃんです、ラットです。というわけで、今日はね、にゃんこ大戦争をやっていくにゃー。で、このね、にゃんこ大戦争なんですけど、ちょっと知らない方もね、多分多いと思うんですけど、ポノスというね、会社が出してます。で、ポノスという会社はね、まあ、僕がね、クラロワリーグというね、大会を通してね、こうお世話になってた会社なんですけど、そのポノスを今もう抜けてね、別のファブゲーミングというチームに所属してるんですよ。ですが、もう抜けた後でも今後もね、もっともっと頑張ってほしいというので、こう、スポンサードしてくださって、バックアップしてね、応援してくれる、もう神会社ポノスが出してる神ゲーニャンコなので、皆様ぜひね、やってみてください。お願いします。でね、僕もまだ数ヶ月とかしかね、やってないんですけど、本当に課金全然しなくてもね、強くなりますし、課金僕はしてるんでね、もうゴリゴリね、マジ強いんですけど、早速ね、今日もやっていくんですが、今日はですね、なんと、夏イベントが来てます。今ね、毎日すごい暑いね、もう夏、真夏でございますが、このニャンコ大戦争にも、夏がね、訪れました。で、夏といえば、かき氷とか、スイカとか、涼しい夏らしいイベントがめちゃくちゃ来てますので、その辺もね、紹介しつつちょっとやっていこうかなと思います。まずですね、もう夏イベント、その1、スクラッチこれはね、夏とね関係ないかもしれないんですけど、にゃんこスクラッチという、まあ、イベントが来てます。これしかもめっちゃお得です。これログインだけでもね、ぜひやってください。ぜひ。しかも、毎週弾けるんですかね。毎週1回弾けて、合計6回ぐらいね、スクラッチできるんですよ。だから、運が良ければ、1等かける6で、900個ぐらいね、猫缶もらえて、めちゃくちゃガチャ弾けますので、ちょっと今から弾きます。1等目指す。これ、外れだったらマジでもう、にゃんこやめます。当たり前に真ん中です。シャーブね、やめるんだ。2等ですね。で、これで120猫缶なので、これ猫缶集めるの結構大変なので、もうぜひね、はい、スクラッチだけでも、ね、しっかり磨いてください、皆さん。続いてはね、こちら、夏限定のステージがね、来てます。これもね、すごい難しいらしいんですけど、その猫の夏休みというね、ステージですね。これも僕もね、何個やってるんですけど、これをね、クリアしていくと、なんとね、宝の地図がもらえてます。宝の地図です。はい。で、その宝の地図を、なんと使うと、また別のステージを行くことができるんですよ。その専用のね、はい、ステージ行けて、それがね、今このオンボロ秘密基地と、完璧な秘密基地っていうのがね、あるんですけど、これもね、ちょっとこの後挑もうと思うんですけど、で、これをクリアすると、なんとね、伝説の虫取り網というね、ものをゲットできます。まあ、それがガチャチケットみたいなものですね。なので、猫の夏休みをとつり、宝の地図を集め、宝の地図でガチャチケットをゲットする。まあ、そんなね、流れだと思ってください。でね、そのガチャがこれですね。猫の夏休みイベントガチャですね。伝説の虫取り網で限定キャラを捕まえろってやつで、ルイカはね、僕本当ににゃんこまだ始めてすごい初心者なんですよ。初心者なのでもわかんないんですけど、こういう限定系とか、にゃんこのいいところはね、マジ無課金キャラで全てクリアできるようになんか組まれてるんですよ。そう。課金すれば、そういったキャラで攻略しやすいとかあるんですけど、無課金でもいけるから、だからこういうね、キャラすごい大事になってくると思うので、ぜひね、集めたいですね、全種類と。というわけで、早速ね、この猫の夏休みから挑んでいきたいと思います。さあ、ステージ名がなかなか独特ですが、これ結構ね、余裕で勝てます。というのも、僕ね、そこそこに強いです。これでね、課金で仕上げてます。伝説レアだったり、結構な限定レアみたいなの、当てましたので、この辺出してくるとね、もう最強です。このでっかいやつを出して、相手も強いんですけど、よいしょ。そしてね、毎月のパスっていうのがあるんですよ。これいろんなゲームでね、最近だと、出てますけど、パス買ってるので、この1CM すごい高回転でできます。さあ、これで地図をゲットしました。で、この地図にも、なんかレア度のね、いろんな種類があって、多分レアな地図ほど、いっぱいね、チケットとか、なんか、虫取り網ですね、ゲットできると思うので、まあそういうのもね、ちょっと楽しみつつ。で、このね、夏休みなんて1回行くと30分潜れなくね、させられてます。なので、まあ30分おきにログインしてね、皆さんもぜひちょっと高回転で潜ってほしいんですけど、今ゲットしたね、この地図3時間で鑑定されます。で、そしたら、その場所にね、行けるよっていう感じですね。まあ、どこかわかんないんでね、宝の地図、しっかりこう見極めてと。というわけで、もう事前にね、見極められた地図が僕2枚もあるので、これ、オンボロとね、完璧。いや、差がすごいんじゃ。オンボロからまずね、行きたいと思います。クリアします。昼のムシムシ大作戦でございます。これで、虫取り網をゲットして、ガチャが引けます。いや、マジガチャ引きてんすよね。なんて言ってもガチャですよね。え、これ相手敵か、これ。
これ敵え待ってなんかなんか変なものに見えちゃった。なんか俺は言わないけどね、うん、想像に任せるんですけど、まあ、花火ですね。花火を上げてますね。人が棒人間が歩いて花火を上げてる、花火を上げてるところをボコボコにしていくボコボコです。はい、もうワンパンですね。で虫取り網1つゲット。でこれはまあオンバラな地図なので1個だけですけど、もっともっと多分ねもらえるかもしれません。この後いきます。さあ完璧な秘密基地、こちらね多分行けば虫取り網大量にねゲットできるんじゃないかなと。一回クリアするともう再挑戦できなくなる。さすが宝の地図でございます。さあ今回のアイテムは花火、花火ですね。まあ宝の地図っていうね、まあ言ったらこうレアなね、ステージというか、まあ、そういったものなので多分比較的クリアしやすいのにね、できてる気がします。いやでも可愛いですね。なんかこう花火とかここ最近すごい見てないですし、てかまあ1年ねこう1回しか見れないじゃないですか。1回というかこう夏しかね。いやーちょっと見たいね。夏祭りとかもこのご時世あたりとかね、いろいろ難しいところもあるじゃないですか。いやいいね、なんかゲーム内で夏を味わってるっていうなんか悲しいやつみたいになるんですけど、いいですね。花火見たいですね。みんなでやりたいですね、花火大会。さあ虫取り網1つゲットでございます。なんか3つとかねゲットできることもあるっぽいので、まあそこはちょっとね僕の運が悪かったのかなと。まあいろんなね、まあこういったステージもあるので、まあその辺もねこういろいろ楽しみつつやってもらえたらなと思います。さあそしてせっかくなのでこの夏ね、だって超夏じゃないと、だって超夏じゃないがねあるので、もうちょっと2つもやっちゃおうかなと思います。で超夏のが多分むずいんですよね。なのでこちらのねもう事前に進めてます。はい、準備がいい、早いやっていきます。さあお金をね上げつつ、もうマジ強いので僕のキャラというか全体的にキャラ強いからね、この大きいやつらを一体ね。お気に入りはこれキャスリーですね。これねめっちゃ強いらしいです。限定キャラらしいです。しかも今この限定キャラのガチが来てます。ちょっとこの後いっちゃうぜ。さあキャスリー出して、他あとはね盾を出して、もう無双ですね。さあいやでも夏だからこそのね、名前がわかんない名前がわかんないけど、ラッコですかね。ラッコ、かわいいですね。ラッコ立ってます。ラッコ、こう横しか見たことないですけどね。ラッコも立つんですよ。うわっ。何これ、まあ、日傘でしょうね。まあ、夏といえば日傘と。まあ、おしゃれなね。なんかセレブな犬か、なんか猫か、日傘を差してるんでしょう。あとはもうユニットねいっぱい出しまくって、え待ってちょっと強いんだけど、相手のユニットが全然倒れん。でも俺のユニット強いから頼む。オッケー、いやボッコボコボッコボコです。よし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 。さあこれはすごいね、止まんないよねっていうので、いやいいね。まあさすがにね、さすがに負けないっすよ。さすがにね言って次負けたらちょっとここまでですけど、よしよしよし。でこれでこういうのもね、多分いろいろね、猫缶であったりだとか、いろいろやっていきますので、まあ、いろんなステージやるのもね、大事ですよね。だって、超夏ですね。これね、ちょっと統率力っていう、まあなんか、コストというか、これステージ潜るのに必要なね、やつがあるんですけど、高いんですよ。高いの。しかも、なんか名前が、とりあえず、ちょっとむずそうなんですよ。難易度絶対むずいんですよ。やっぱこういうコストがね、大きくなるほど絶対難易度はむずいので、ちょっと勝てるかわかんないんですけど、ちょっとやってみます。挑戦ですね。でもさっきよりも圧倒的に難易度が違うと思います。さあ夏ですね、砂漠、よいしょ、来た。あでも日傘差してない、この子かわいい、かわいいやつか。でできるだけ火力高いドラゴン出してあげて、さあ盾をね、盾いっぱい出します。おっときでお財布まで上げてきます。いやこれ勝ちたいな、普通に勝ちたい。初めてなんでね、どんぐらい敵が強いのか。うわやばいやばいやばい、焦げすぎやろ。もう日傘しとったのになんでこんな焦げたんや。やばいやろ。いや、待って待って待って、マジでやばい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 、本当に、本当にやばい、本当にやばい、マジで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 やばい、日傘、日傘、しかもコストが150いるんですよ。潜れないですよね。やば、レベルが違いすぎるって。うわ、やば、マジかっていう。こう、もう本当にね、ハイレベルなステージもあるので、もう極めた人とかはね、こういうの多分スラスラね、
クリアするというか、まあ、クリアできるか分かんないでしょうけど。というわけで続いて夏のこのイベントガチャやっていきます。虫取り網が5つしかないんですよ。5つしかないっていうちょっと貧乏なんですけど、課金できるなら課金して虫取り網買いたいんですけど、多分買えないんですよねこのゲーム上。なのでちょっとこの5個のね網でゴールデン、まあ、カブトネコですね。カブトネコ、クワガタネコと、ネコ農家。これをすべて当てたいと思います。いきます。カブトとクワガタと農家ですね。他アイテムとかも出るらしい。うわぁ、いらないいらないいらない。大当たりじゃないねんな。さあ、欲しい。マジで限定欲しい。結構レアですよ。なかなか当たんなくない？よし！なかなか当たんなくない？限定キャラクターと。いやー、カブトアザス、カブトアザス、カブトアザス、オッケーオッケーオッケー。すべて一体手に入ればいいので、クワガタと農家ですね、これ。クワガタと農家。引き強いんですよね、僕。マジで引き強いと思ってる。あ、同じやん。引き強い、返せ、返せ。まあ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 、限定だから許そう。さあ、怖い、クワガタ。クワガタ、あと2個しかない。あと2個しかない。いや、お前やんけ、なんでやねん。なんで、え？これカブトしか出ないじゃん。ちょ、待って待って。じゃ、クワガタやねん。じゃ、あと1枚いいよ。あと1枚で、クワガタか農家が欲しい。まあ、どうせならクワガタ欲しいよね。うわぁ、ここでカブト出たら、マジで。どうする？マジでやめて。いやぁ、そこカブト出るや。全然アイテムやしな。っていう、やっぱなかなか出ないね。虫取り網、ちょっと宝の地図ゲットして、またね、ちょっと回収したいと思いますね。はい、まあ、夏関係ってなったら、結構こんな感じかなと。思いますね。まあ、いろんな夏イベントあって、なんか背景とかもすごい可愛いですよね。もう夏らしさがもう、ちょっと猫感がね、課金しました。はい。たくさん課金したので、あるんですよ。なので、ちょっとね、ガチャ引いていきたいと思います。夏ガチャ来てます、そう。これもね、重要です。サマーガールズでね、夏限定のキャラクターがいっぱいいます。このね、表紙に載ってる、まあ、こう、有名そうなね、ちょっと強そうなキャラ、超激レアね、特に弾けたらなと思います。トロピカルカリファネライですね、僕はちょっと可愛いなと思ったので。はい。あと、ネコルガの夏もね、なんか、ちょっと癖になるっすね。なので、この2体をちょっと僕は狙ってね、いきたいと思います。いきます。初回11連です。あざっす。頼む！頼む！はい。マジで来てくれマジで来てくれマジで来てくれ、ネコルガの夏。いや、引きがもう俺なんですよ。強いんですよ。やばくないですか、これ引きたいって言って当てれるんですよ。えぐいっすよね。よし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 。いや、強いかは知らない。あとはトロピカルカリファ5連目多分6連目。いやー違う。おっ、持ってない。7連目。夏だ、海行ってる、プールだ。いや、チャン救命かい。8連目。いや、冬。9連目。10連目。ラスト？まあ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 、夏ゲットできただけでね、すごいと思うんですよ。いや、マジか。ちょっともう一回いきます。もう一回引いて、なんとね、この、超猫祭っていう、めっちゃいいガチャなんですよ、これも。なんか、超激レアの出現率アップとか、強いキャラがすごいいるので、こっちも行きたいんですよね。なので、サマーガールズをあと1回引いて、残りね、超猫祭に行きたいと思います。やっぱ11連だ。よしよしよし、頼む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 。超激レア欲しい。トロピカル？いやー、それみかんさん、これ。うお！日焼け日焼け日焼け絶対限定。よし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 。まあ、激レアで、あ、日焼けそのまんまやないかい。まあ、超激レアではないけど、限定系はちょっと嬉しいよね。さあ、違う。違う。日焼けやないかい。救命ね。超激レアね、案外出ないんですよね。案外出ないの。ん？見たことない。泳いでもサービンですね。おい、猫サーファー。いや、これちょっと怖いね。なんか豚に見えないこともないけどね。お、あ、持ってないけど、超激レアじゃないんだよな。さあ、夏色ね、猫かな。違う。うわあ、くそ。
そー、超激励当たらないっすね。やっぱなかなか当たんないですね。残りのね、まあ10連できるだけ超ネコさ引いていきたいと思います。これマジで大事、本当に。これの、このキャスリー俺持ってんの。そう、この子持ってるんで、このミタマちゃんとかね、ガオガル、ここをね、ちょっと狙っていきたいと思います。いや、頼む、マジで頼む。うぃー、違う違う違う、もう大きいからね、基本的に強いのはね、大きいの。さあ、3回目、4体目、違う違う、踊らないで。5体目、いやー、衝撃だ。6、くー、7、8、9、うわー、持ってるか。ラストです。うわ、持ってない持ってない持ってないけど、多分違うね。水の精霊ミズリ、まあ、なんかまあ使えないことはなさそうですね。よしよし、まあ当たっただけで、ね、よしとします。いやーマジで欲しい。あと2連ですね。2回、11回かける2いきます。なんかこれ赤色の線とかがね、通ったら確定とかね、いろいろなんかそういう話は聞きましたけど、通ってなかった気がするね。違う、うん、3、4、5、6、7、8、9、10、いやまたラストだ。こんな出ねえのか。うわぁ、縛ったっすね。いや悔しいね。ちょっともう一回行くぞ。いや本当に気引き締めて行くよ。ガルガル来い、赤色の線とか。3、4、5、6、7、おっ、ゲットした。ネコルガ族だ。いやトゲルガか、まあ同じようなね、この属性ね、ちっこいのよく当たりますね。求めてはないけど可愛いからいいです。うん、ラスト。うわー、マジか。いやなかなか当たりませんね。いやちょっとこの金のねチケットもちょっと引いちゃいます。ちょっと当たんなかったね。このむしゃくしゃをこの金のチケットに全てね委ねます。全部扱わないですけどね。超激レア出るまで欲しい。いやーガチャってマジ止まらんすよね。もう無限にいっちゃうもん。ビリビリがねこれ青なんですよ。これ青じゃなかったらいいんですよね多分。さあ当たってくれ、当たってくれ。違う、いや当たらんすね。当たらない。でも俺は諦めません。これちょっと使っちゃいます。プラチナガチャです。これいくっすよ。超激レアしか出ません。超激レア確定です。限定当てます。ここで当てます。いきます。今日ラストです。頼む、超激レア確定してます。うわー、なんか持ってそう。持ってたー。はい、というわけでちょっとガチャはねなかなか当たんなかったですね。夏限定のガチャとかも兜しか出ない。そう、全部ね集めたいし、限定ガチャとかもね、夏ガチャとかもいろいろもういっぱい引きたいんですけど、ちょっと今日はねここまでにしたいかなと思います。まあ、夏ね、夏限定のねこうガチャだったり、まあステージだったりね、本当に楽しいイベントがめちゃくちゃありますので、ぜひこの機会ね始めてみるなり、まあ、やってた方はねログインしてみるなり、ぜひね本当にやってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。